さらに黒を黒くしてダイナミックレンジを広げることに成功しました。やっぱり黒っていう表現がまだまだ浅いねということで、深い黒をやることでより写真が締まった表現になるかなということで、しっかりと作り込んできています。マルチサイズドットテクノロジーやケースリングを使って豊かな階調表現に加えて、それをさらに最大化に生かすべくダイナミックレンジを広げてより黒くしています。表面は平滑であればあるほど黒さが増します。オーバーコートインクっていうものになるんですけど、樹脂量の多いインクを使って黒の目を、平滑性を上げるためにさらにコーティングしてあげるという形になります。我々は光沢紙で特別なインクを使わずにオーバーコートできています。市場の方からすごく青の再現というのを実は要望されていまして、今回その青の表現に実はこだわってます。ディープブルーインクというものを新たに採用して、青の再現をより今まで以上に良くしています。どうしても彩度が低いような青を見ると人間って紫に感じるんですよね。そういった紫に感じてしまうという部分はもう避けようがないので、我々は彩度が高いインクを使うのと合わせてちょっと画像処理を工夫していて、見た目の青というのが皆さんのイメージしている青に近くなるようにしていて、よりイメージした画像と近いものが得られていると思います。今まで使っているドットサイズよりも非常に小さいドットサイズを新たに使うようにしまして、さらに流暢性を滑らかにできています。今までにない黒さが表現できていますので、その黒を十分に楽しんでほしいと思います。